こんにちは、札幌占い美容師さん山口のことです。今回は自宅で簡単に切れるカット方法をご紹介したいと思います。使うのはこの100均のカチューシャですね。これをですね、利用して、簡単に自宅でカットしていける方法ですね、やっていきたいと思います。なので、ご自宅でお子さんの髪を切ったりとか非常に使えるかなと思うので、使うのはですね、ちょっとバリカンを使うんですが、バリカンない方はハサミでやってください。でボブを作っていきます。その方の頭の大きさに合わせてここのテンションを変えてください。形がまあついてくれるタイプのこういうカチューシャ、まあ、100均によく売ってるやつですね。このようにですね、まずやってこのままスーッと髪の毛を押さえつけていく感じです。いいですかね、しごいていく感じでやってください。で前下がりなのでこのままギューッと押さえていきます。ギューッて、やるとすればこっちに押していく感じですね。押す感じです。まっすぐ下ろすんじゃなくて押す。そして、このカチューシャのラインがまっすぐなってるかっていうのを確認してください。しっかりで前下がりにまずねしていきたいと思いますので、前下がりにちょっとカットしていきます。でここで、確認をします。あ、この位置で大丈夫だなと思ったら、ここをしっかり手で押さえてください。でハサミの場合はこのままハサミを入れていただく感じで、切るところとしてはどこを切るかというとカチューシャの上をカットしていきます。ではちょっとやってみたいと思います。すごい簡単なんで、で、このカチューシャがまっすぐシェイプできてるかっていうのを確認してください。このまっすぐシェイプできてるかっていうのを縦に縦線がしっかり入ってるかっていうのを確認していただいて、しっかりここを押し込む、首にこうフィットするような感じでしていきます。でバリカンを使っていきます。このままバリカンをこれぞいに入れていきます。こんな感じですね。でこのラインがずれてるとかなりずれてしまうので、で再度いっぺんに切ろうと思わないで、再度は後でまたちょっと切りますので、ここをバリカンでカットしていきましょう。このような感じでバリカンでカットしていきます。バリカン使うときは少し横にね振ってあげるとこういう風にですね、そのライン切れますので、で再度切るときは上がっていかないようにしてくださいね。ちょっとずつ切ってください。そしたら一度離します。はい、ここでラインが切れたんですけども、はい、そうしましたらもう一回ですね、はい、もう一度やっていきます。一回でね決めようと思わないでください。もう一回やっていきますね。でここで先ほど切ったラインに合わせてもう一度いきます。しっかりここ押さえてくださいね。はい、そうすると、表面の方がこのように切れます。で中は大丈夫です。後で切りますので、ここら辺はまあ最後こういう風に残ってしまうと思う。ただ、人間の髪だとこのままバツッと切れる可能性があるんで、それはそれで大丈夫で、ウィッグがちょっと硬いので奥まで歯が入っていかないんですね。はい、今度はサイド切っていきます。はい、角度、ここでしっかり先ほどの角度とここも首に沿わせてください。で、イメージの角度をここで見ていきます。いいですかね、この位置でいいのかなっていうのを確認しながらカットしていきます。ちょっと前下がりにカットしてください。こっち側で入れちゃうとなかなか切りづらいんで、こう入れた方がいいですね。こういう風に入れた方が、はい、このようにカットしていきます。はい、もうこれねガイドができてますから、もうこのガイドに合わせてあと切るのはすごく簡単なので、ガイドがないとこを切るっていうのは非常に難しいんですよね。なのでこのガイドを作るっていう意味でも、これでこういっぺんに、このような感じで、はい、このような感じですね。ここに、はい、ここに、沿わせて切るような感じです。そしたらこれちょっと難しいのが反対側ですね。こっち側を合わせるのが非常に難しいので、こういう場合は正面から見ていただいて、こっち側から正面から見て、長さをここでしっかり合わせてください。いいですかね、正面から見て長さが合っているのかどうなのか、それが間違ってしまうと大変ですので、はい、上から溶かしていきます。で沿う感じになるべくフィットさせる感じです。浮かさないでください。で、この辺の位置だなと分かったらこの辺を切っていきます。で何度かですね、ここで、1回またカチューシャで溶かしていただいて、1回で切らないで、何度かチェックしながらカットしていきます。こんな感じですね。これで切れましたね。そうしましたらあとは、この状態にですねまたカチューシャを当てていただいて、今度はハサミで切れてないところをカットしていきます。このガイドに合わせてカチューシャで留めながら、切っていきます。このような感じですね。切れないところをハサミでカットしていきます。このような感じでコームっていうよりはもうこの、カチューシャで切っていくような感じですね。はい、ここも、
最後のところはハサミでこのカチューシャのラインに合わせてカットしていきます。まあバリカンない方はハサミでいっちゃってもいいかなと思います。で前から見た長さを確認していただいて何度かチェックしてカットしていきます。で、こう出てるところは、フリーハンドでカットしてください。この中の方は。このような感じで、まあ、縦にこうね、不安な方は縦にこう入れていただいてもいいですし、このままカットできます。こういう感じですね。はい、こういう風にやって、表面を、このちょっと出ますよね。ここを少し、このような感じに切っていきます。もうそうすればね、音とも美容師で切ったみたいな感じになるんですよね。まあこれ慣れるまでちょっと時間かかるかもしれないですけど、このようにすると、もうここが、切るところが出ますから、ここをこうやって切っていくだけです。ちょっとね縮めた方がいいですね。これをね縮めて、はい、こうやると離すとこういう風にキュッてしぼまりますよね。でそこを毛先をちょ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 って取っていく感じです。開いてるとテンションかかんないので少しこうつぼまる感じですに設定して、このままキューッとやって、そしたらねこっちを押さえなくても大丈夫になりますので、ここをハサミで縦に入れていくだけなんで指使わないんでちょっとね、指切らなくて安全なのかなって感じがします。目尻の延長線上、目尻の延長線上、指3本の奥行きですね。これを取って、このままこういう風にまっすぐ切っちゃうとあんま良くなくて、何が良くないかっていうと表面に短い毛が出ちゃうんであんまかっこよくないんですね。丸さが美容室で本当に切ったみたいな感じに持っていくためにはこういう風に、ちょっと丸さが必要です。こういう風に少し円を描きます。こういう風に極端なこと言って、ここを止まったら持ち上げてハサミをチョキチョキって縦に入れていきます。はい、くる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 、よしここだ OK と思ったら、ここをカットしていきます。はい、こんな感じで切っていけば美容室で、まあ、切ったようなですねパッツンボブが切れます。どうでしょうかね。こんな感じにやっていただくとこれ1個だけですごく簡単にカットができるっていう裏技です。まあこんな簡単な動画なんですけども、これからもですね一般の方向けに、すごくすぐ使えるような技術を、発信していきますので、皆さんシェアとかいいねよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。